足を描いて、できた。これのどこがダンシングなの？ふふふ、見ててね。ほら、わあ、手が上がった。ダンスしてるみたいでしょ。面白い。マークも作りたい。いいよ。まず髪をこうやってこんな形に折ってね。難しい時は大人の人と一緒にやってみよう。そうしたらここに絵を描いて、描けたら次はこのペラペラをめくるよ。めくったらここにも絵を描いて、これを4回描くよ。できた。できたらここをめくってみよう。はい。あ、足が動いた。面白い。ねえクモリン、これを使って踊ってみようよ。どっちが上手に踊れるか勝負だ。LINE で教えてね。まずは僕から。頑張るぞ。頑張れ、スンさん。クモリ、何それ。必殺バナナの舞。もう、ガッガッガー、面白そうなことしてるじゃねえか。ノイズ、せっかくだから俺様とも勝負しろ。勝負って何するの。旗揚げゲームだ。旗揚げゲーム。右手に赤い旗、左手に白い旗を持たせて、俺様の言う通りに旗を動かせたらお前らの勝ちだ。ただし間違えたら俺様とっておきの罰ゲームが待ってるぜ。罰ゲームって何するの。それじゃあまずクモリンから。わあ、頑張るぞ。みんなも一緒に挑戦して。いくぜ。赤あげて、白あげて、下げないで、進路下げて。あ、難しいよ。まだまだ、スピードアップだ。赤下げて、白上げて、進路下げないで、赤上げて。あ、間違えた。ガッガッガ、罰ゲームだ。こうしてやる。つけてやったぜ。これじゃあかっこ悪いよ。次はサンサンの番だ。どうしよう。次は手だけじゃなくて足も使ってゲームするぜ。赤、青、白、黒を間違えずにあげられたらおめえらの勝ちだ。いくぜ。赤あげて、青あげて、白あげないで、黒あげて。難しいよ。スピードアップだ。白上げて、黒下げて、赤下げないで、青下げて。わあ、間違えた。サンサンも間違えたな。こうしてやる。わあ、ポッケからお化けが出てきた。ガッガッガ、いたずら楽しいぜ。もう一回チャレンジだ。みんなグッドボタンで応援して。コモリン、行きます。何度やっても同じだぜ。赤上げて、赤下げて、白上げないで、白上げて、白下げて、赤上げて、赤上げたまま白上げて。できたー。何？コモリン、さすがー。
いくぜ。赤あげて、赤下げて、青あげないで、黒あげて、黒下げて、白あげて、白下げないで、赤あげて。やったー、ランさんすごい。な、これじゃいたずらできねえじゃねえか。もう、いたずらしようとしないの。ねえノイズ、ノイズの折り紙も作ったよ。ノイズも旗揚げ挑戦しようよ。なんだって。ノイズならもちろん間違えずにできるよね。な、当たり前じゃねえか。書いてくれてありがとう。